VVVTune。ダメだ。あいつの言ってた通り、どこにも出口がない。このまま終わっちゃうのかな、私。せっかくイルハートちゃんに助けてもらったのに。ひ、あいちゃん。ひずあい。なに？今の声。誰かが私を呼んだような近いようで遠い声。よーし、人生はゲームと夢小説から学びました。どうも、みなせしあいす。こんにちは。頑張っていこう。一体どこにいるんだろうね。この付近だとは言ってたけど、もっとしっかり探さないとダメね。女の子の声？二人いるみたい。もう少しで会える。この先。嫌な感じ。こんなところまで移動していたとはね。あなたたち。まったく、この施設に出口はないと言った。おっと、暴れないでくださいね。その拘束は今のあなたでも解けない。それにしても僕の傑作だった装置をよくもあそこまで壊してくれましたね。
あなたのせいで僕たちの計画は遅延が生じたんですから、責任取ってもらいますよ。この施設は君のおかげで放棄せざるを得ないけど、それでも君の力だけは確実にいただくとするよ。それさえあれば計画はまだまだ続行できるのでね。誰が渡すもんか。あなたたちに協力するつもりはない。強がっても君は力を消耗し拘束されている。我々もご覧のありさまではあるけど、こちらに分があるね。そういうことです。降伏するべきだってわかるよね。このままだと君、力を奪われるだけじゃ済まないよ。まったく、君は本当に強情だ。そこが素晴らしいところでもあるけれど、そういえば君は私が別のところに魂を置いていると言ってたよね。ヘイロ、あなたがコンテンツに終わりがあるのを残念に思っているのは伝わってきた。もっと楽しいこと、面白いものが見たいって思ってるのも。でもあなたの話には心がこもってない。どこか別のところに魂を置いているように聞こえる。だからね、あなたの言葉は私に響かないわ。私は君と共に歩みたい。だから本当のことを話そうと思う。本当のこと？私はね、世界を創造するのが目的じゃない。その先で今の世界と力比べがしたいんだ。既存の世界と私が作り上げた世界、どちらが人々の理想の世界として定着するかの勝負だ。どうだい、面白そうだとは思わないかい。世界同士の勝負なんてコンテンツとしても最高だろう。全然少しも面白そうなんて思えない。だってそれを実現したいがために、あなたは私やイルハートちゃんにひどいことをした。きっともっと多くの人を不幸にしてきてるはず。そんなの楽しめるわけないじゃん。あなたそんなこともわからないの？何かを生み出すには代償がつきものだ。しかしそれは消費者が知る必要にないこと。そもそも誰も気にしたりしないさ。結局消費者たちは表面的なものしか見ていない。仮に気づく者がいたとしてもごく少数だ。影響はない。君くらいの存在ならわかるだろう。ごく少数なんかじゃないよ。きっとほとんどの人が気づくんじゃないかな。それくらいあなたの作ろうとしている世界は歪んでる。な、誰かの不幸で成り立つコンテンツなんて誰の心にも響かない。だって誰も愛を感じないもん。だからあなたが作る世界は絶対に定着しない。それだけはわかる。何を言おうが今の君の姿じゃ負け犬の遠吠えにしか見えないけどね。ヘイロ、もう問答は終わりでいいじゃないか。タイムリミットも迫ってきてる。そうだね、私も何を言われようがやめるつもりはない。というわけで絆愛、君には何としてもここで新世界の礎となってもらうよ。
だな、ゆうちゃんは。やっぱりもう少し見直した方がいいと思う。そうかな。でもゆうちゃんがそう言うならそうかも。もう少し探してみよう。この声聞き覚えが。まさか。はじめまして、だな。私はカド。そして私はヘイロ。みんな、そんな構えないでくれ。どういうこと？侵略したのは、コンテンツをオワコン化するためじゃ。エネルギーはこうして十分に集まった。だからお前たちはもう用済みだ。答えろってのよ。そんなことより、君たちはこの怪物の正体に何か心当たりはないかな。急いで止めないと。まさかここまで追ってくるとはな。あと少しだったのに、惜しかったね。カド、ヘイロ。もはや手遅れだ。コアの移植はすでに完了した。この声はミュートラル。なぜここに。今ならいける。隙あり。しまった。ああ、私は本当、VTuber とは、とことん縁がないな。こんなに好意を示してるのに、嫌われっぱなしだ。うまくいかないもんだね。ちょ、ヘイロ、僕を巻き込まないで。いや、楽しいね。人生ってさ。今度こそ終わったんだよね。それにしても、あの声は一体。誰か聞こえてるんなら返事して。ほら、ゆうちゃん、この声。ここがピンポイントの場所ね。行くわよ。いあなたたちは。長くは持ちませんから、急いでください。うん、わかった。じゃじゃーん、キズナアイちゃんご来店。私たちの配信空間にようこそ。やっと戻ってこられて本当によかったね。そうそう、
私はミイっていうの。こっちはユウちゃん、よろしくね。私たちはニュートラルっていうまだ駆け出しの VTuber なんです。そうなんだ。助けてくれて本当にありがとう。でもどうしてあなたたちが私を？そこについては私から説明しようじゃないか。イルハートちゃん？どうも親分。じゃなくて愛ちゃん。無事だったよね。本当に良かったよ。あ、愛ちゃんが私の腕の中に。何これ、すごく可愛いんですけど。おっと、説明だったね。実は私、フェアに残機1のルールで召喚されたんだよね。あ、フェアってあっちの世界の女神様の名前ね。だから1回はセーフだったの。それでやっぱ残機の使いどころとしてはクライマックスにしたいじゃん。どうせなら愛ちゃん守って散りたいじゃん、名脇役として。そうだったんだ。でも確かに最高のタイミングだったかも。おかげでこうして生き延びられたんだもん。はいはい、次は私たちの番。私たちもフェアちゃんと知り合いなんだよ。だからこそキズナアイさんの救出を頼まれたわけだけどね。そうだったんだ。でもどうして女神様は見ず知らずの私を助けようとしてくれたんだろう。それはもちろん女神様だから。説明になってないってば。ミフェアさんはあの電脳世界の秩序を守る女神で、いつも平和のために見守ってくれてるんです。以前も VTuber が被害に遭ったことがあって、その時もみんなを返すために頑張ってくれたんですよ。そんなことが。だから今回もフェアがアイちゃんを返さなきゃって立ち上がってくれて、私に依頼が来たんだよ。まあ途中でリタイアになっちゃったけど。そんで今度は私たちの番ってなったんだよ。イルハートさんがリタイアした今、残るは惑星を救ったあなたたちしかいないって言われたんですよ。もちろん二つ返事で OK したんだ、ユウちゃんが。さりげなく嘘盛るのやめなさい。ちゃんと二人で決めたでしょ。冗談。でも今回は大変だったね、ユウちゃん。そうね、電脳世界に私たちを送ることはできないから、こっちの世界から穴を開けて救出してほしいと言われた時は、正直言って頭を抱えたわ。あれ本当にしんどかったね。検索座標移動、検索座標移動、検索。ふう、座標を探る作業の細かさったらなかったわ。暗闇で一粒のビーズ探すようなものよ、あれ。しかも見入ってば耐えきれなくなって、一回きりの穴開けをとりあえずやってみようとか言い出すし。ごめんってば、ゆうちゃん。今思えば一丁人のカタパルツのみんなに協力をお願いした方が良かったかもね。それは確かに。ってすごい数字出たわね。数盛るってレベルじゃないでしょう。でも最初は無理だと思ったけど、チャレンジしてよかったわ。うん、次元の穴を開けるなんてネプテューノちゃんたちなら絶対やっちゃうだろうしね。彼女たちがいたから私たちも見習ってやってみようって思えたのよね。兄ちゃんもゆうちゃんもすごい修羅場をくぐり抜けてきたんだね。そうだ、今回の黒幕はヘイロって聞いたんだけど、あいつ最後どうなったの？なんか断末魔は聞こえてきたけど。ヘイロとホーリーならちゃんと倒しといたよ。最後持ってる力を全部振り絞り切ったら、ステッキの力と引き換えだったけど封印できたみたい。さらっと言ったな。簡単に言ってるけどすごいわね。パネ、マジパネよ、アイちゃん。
やめてってば。そんなに偉くないよ、私。途中で何度もくじけそうになったよ。でもその度にいつも応援してくれてる人たちの声が聞こえたんだ。そしたら自然と勇気が湧いてきて。だから私がここまで来られたのはみんなのおかげ。それにまだまだやりたいこともたくさんあるし、くじけてる暇なんてないよ。アイちゃん、かっい。私、アイちゃんに直接会ってますます追いつきたいって思っちゃった。うん、頑張らなきゃね、私たちも。私たち、アイちゃんみたいな強強で愛されるバーチャルアイドルになる。だから見ていてください、アイさん。嘘、やば、ミー、そろそろ配信の時間。ほんとだ、もうこんな時間だ。私たちも戻らないとね、いつもの場所へ。そうだね、ミーちゃん、ユーちゃん、本当にありがとう。二人のこと応援してるよ。あと、リルハートちゃんもね。この取ってつけたような。でも、無事終わったからまあいいか。イルハートちゃん、またね。どこかで再会できる日を楽しみにしてます。私も楽しみにしてるね。うん、みんな絶対また会おうね。こうして私の電脳世界を巡る物語は幕を閉じた。長いようで短かったり、短いようで長かったり。うん、私の活動もそんな感じ。みんなとの愛が詰まった時間。この先どんなことがあってもきっと忘れない。
バーチャルタレント、キズナアイです。ここまでプレイしてくれて、本当にありがとう。どう？楽しんでもらえたかな？本編をプレイしていない人は、本編もぜひ遊んでくださいね。それじゃあみんな、これからも応援よろしくね。 See you！ またねー。 VVVTune